ネコハギレスパデザパローザシーブイズククは豆科の双本。血を這うように伸び、白に紫の半門を持つ花をつける。全体に柔らかな毛を持つ。地表を這う多年生双本。茎は長く横に這い、長さ1 0 0トルにもなる。全体に立った柔らかな毛が多い。葉は五星で三出服用。 頂ただき醤油は高等卵型から等卵系、あるいは楕円型から、ほぼ円形で、長さ1から2センチメートル、幅8から15ミリメートル、先端は往々にしてかすかにくぼむ。牡蠣は7から9月。花は溶液に生じ、ほとんどが洗わなく、2から4個をまとめてつける。花は、長さ7から8ミリメートル、花弁は白く、旗弁の中央基部近くに1体の格子色の、 反問がある。茎の上部の溶液には平下げが1から3個ずつつく。額は長さ3から4ミリメートル、立った毛が多く、で片は長さ2.5から3ミリメートルで、針状。不死化は高卵系で、先端向けに寝丈毛が密生し、長さは3から4ミリメートル。平下げの方が結実が良い。和名は、同族の犬ハギエルとントサに対して付けられたもの。 犬ハギの方はハギに比べて下凡で干渉価値が低いとの命名とのこと。また、全株に毛が多いことにもよるという。手触りが猫に似るとの声もある。日本では本州から九州まで、それに国外では朝鮮半島、中国に分布する。琉球列島でも沖縄や石垣島などで見られるが、これは近年気化したものである。日当たりの良い草地や二十歳に生える。 平地から低山まで生育し、やや乾いた草地に、道端などでも見かける。日本のハギ族で花が10ミリメートルもなく、柄がほとんどなく、花女が葉の付け根に集まる形を取るものでは、他に、メドハギや、ヤハズソウなどがある。ヤハズソウは、ツルにならず、メドハギは普通は、立つが、変種のハイメドハギは、地表を這い回る。メドハギは、小葉が細長いため区別は容易。 犬ハギなどは、下水が長い。なお、メドハギとの雑種と思われるものがあって、ツルメドハギエルインターミックスたキノと呼ばれる。茎や小葉、毛の様子などが、両者の中間的な形となる。種内変異としては、変種に立ち猫ハギバリエーション、エレクタヘイタスがある。茎はやや立ち、葉は、やや大きくて、小葉は、長さ2から4センチメートルに達する。 本州の関東伊勢から九州に知られる。以下、記載は、主として、佐竹ほか、P206 巻の、P310 巻の、P310 岩月、P363 佐竹ほか、P206 池原 P244 巻の、P310 佐竹ほか、P206 北村、村田 P97 佐竹ほか、P206 佐竹ほか、P206、 ありがとうございます。